ポケモン SV 色違いコダックの入手方法。コダック好きの皆さん、お待たせしました。めちゃくちゃコダック出ました。コダック好きにはたまらない空間ですよね。リクエストたくさん来てました。ありがとうございます。コダック自体はいろんなところで出るポケモンなんで、人によって色違い厳選の仕方って変わってきます。その中でいろいろ試した結果、一番出やすかったなと思う方法を紹介します。ちなみに色違いなんですけど、誰が見てもね、わかると思います。右側の青色が色違いです。もう寝とるな。場所は小佐治小道灯台から右にぐーっと行ったところの川沿い、だいたいこの辺り全体に出ます。目的地に着いたらピクニックを開きましょう。ここでサンドイッチタイム。材料はトマトスライス、アーリーレッド、ピーマンスライス、ハンバーグ、キュウリスライスを2つ、どの種類でもいいので秘伝のスパイスを2つ。マジカルハートピック。最後に乗せるパンなんですけど、あってもなくても効果は変わらないので、サンドイッチ作るのが苦手な方はパンを捨ててしまいましょう。いつも基本的にはどのスパイスでもいける調理法を紹介してるんですけど、使うスパイスは限定されてしまうんですけど、こういう方法もあります。キュウリスライスが1つ、塩スパイスが2つ、この方法で作ることも可能です。そしてサンドイッチを食べることによって、水タイプの輝きパワーと遭遇パワーがつきます。するとコダックの大量発生。運が良ければコイキングやブイゼルの色違いが出ることもあります。あとはコダックの色違いが出るまで川沿いを登ったり下ったりするだけです。もちろんレッツゴーで倒しながら探すのも OK です。ってことで、ありがとうございました。